はい、こんにちは、パソケンです。今回この動画では Windows 10でスマホをウェブカメラ化できるアプリである iVCam の使い方についてご紹介していきます。最近ではですね、自宅で会議することが多くなって、例えば Zoom とか Teams とか Skype とか、そういったですね、会議通話使われる方が多くなったのかなと思います。で、そんな中でやっぱりですね、相手の顔が見えた方が、まあ、会議としてですね、はかどることが多いかなと思うので、必要になってくるかなと思います。で、そんな時にですね、もしウェブカメラがない場合でも、今回ですね、紹介するアプリを使用することで、普段使っているスマホをですね、ウェブカメラ化して、そういった会議通話のカメラとしてですね、機能させることができます。で、今回ですね、そのアプリのインストールから使い方まで説明していきます。まずはじめにパソコン側で iVCam というですね、アプリをインストールしていき、その後ですね、スマホの方でも同じようにこの iVCam をインストールしていきます。ではまずはじめにですね、パソコンの方から iVCam のインストールの方を行っていきます。ブラウザをですね、立ち上げていただいて iVCam と半角英字で検索してください。で、この検索結果の中にあるURL がですね、e2esoft.com という URL サイトの方をクリックして開きます。で、最初ですね、英語のページが表示されるんですが、日本語にする場合はですね、画面右側にある言語選択のところ一度クリックします。そしてこの中から日本語を選択してください。続いてこのアプリをですね、ダウンロードしていくんですが、トップページのところから下にですね、スクロールしていくと、クライアントソフトウェアのダウンロードというボタンがですね、いくつかあるので、この中にあるダウンロード for Windows のボタンをクリックします。そうすると iVCam のアプリがダウンロードされますので、ダウンロードが終わりましたら、このアプリをですね、起動していきます。で、この時ですね、ユーザーアカウント制御が表示された場合は、はいの方をクリックします。そしてセットアップに使用する言語の選択という画面になるので、ここで日本語になっていることを確認して OK ボタンをクリックします。次にインストール先の指定ですけれども、初期設定のままで問題ありませんので、このまま次へをクリックします。続いてプログラムグループの指定ですが、こちらも特に設定する必要がないので、このまま次へをクリックします。続いて追加タスクの選択ですけれども、こちらの3つのですね、ものを有効にするかどうかということですが、普段からこの iVCam を使って、まあ、カメラ、ウェブカメラとして利用したいという場合は、常にこの iVCam を起動しておく必要があるので、その場合はですね、この一番下の起動時に実行にチェックを入れたままにしておいてください。で、とりあえずですね、1回試しで使ってみたいという場合で、常時ですね、使うことがあまりない場合、まあ、その都度ですね、使っていきたいという場合であれば、この起動時に実行はチェック外しておきましょう。次に2つ目のマイクをインストールするというものですが、これはですね、iVCam としてアプリを起動した時に、そのスマホ側をですね、マイクとして機能させるかということなんですが、パソコン側で専用のですね、マイクを、まあ、利用していて、そちらで使いたい場合は、スマホの方でマイクを機能させる必要がないので、このマイクをインストールするはチェック外していただいて大丈夫です。あと最後の一つ目ですが、デスクトップ上にアイコンを作成する。これはですね、まあどちらでも問題ありません。すぐに起動させたいとか、デスクトップアイコンをですね、作っておきたいという場合は、これを、こちらにチェックを入れたままにしておきましょう。これらのですね、設定を確認していただいたら、右下の次へをクリックします。最後にですね、インストール先などの確認を行っていただいて、最後に右下のインストールボタンをクリックします。インストールが完了すると、セットアップウィザードの完了の画面が出るので、このまま完了のボタンをクリックします。そうすると、iVCam が起動してくるんですが、その時初めて起動すると、このように Windows セキュリティの重要な警告というですね、画面が出てくるので、こちらの画面が出てきたら、右下にあるアクセスを許可するを選択してください。こちらをですね、選択しないと iVCam が機能しませんので、こちら許可するを選択します。で、これでパソコン側でインストールの方が完了となるので、続いてスマホ側でも同じように iVCam をインストールして設定の方をしていきます。次にスマホ側でアプリをインストールする手順についてやっていきます。で、こちらのですね、アプリですが、Android、それから iPhone、iOS ですね、どちらでも、この iVCam のアプリが対応しているので、両方ともですね、インストールについてやっていくんですが、
基本的にはですね、アプリからですね、アプリのストアからですね、IV 検索と検索してそちらをインストールすれば、特にそこからですね、設定するということはありません。それではスマホでインストールの方をやっていきます。まずはじめに iPhone であれば Apple Store、それから Android であれば Google Store を開きます。そして IVCAM とですね、検索していただくと、このようにですね、検索結果の一番上に IVCAM コンピュータカメラというアプリが出てくるので、こちらをですね、インストールしていきます。で、インストールが完了したらですね、でスマホとパソコンをですね、ケーブルで接続した状態で、スマホ側で IV カメラをですね、起動していきます。で、この時ですね、初めてスマホと接続して IV カメラを起動すると、このようにですね、スマホ側で IV カメラへのアクセスを求めていますというものが出るので、OK の方をタップします。で、これはですね、Android の方でも同じようにですね、許可の設定が出てくると思うので、許可の方をしてあげてください。こんな感じでパソコン側でスマホのですね、カメラの映像を映すことができるんですが、今ですね、初期設定ですと結構荒い画質になってしまってます。この画質の設定ですが、設定変更できますので、変更する場合は、パソコン側でこの IVCAM のアプリの右下のこの横線のところですね、オプションがあるので、こちらをクリックします。そしてメニューから設定を選択します。そうすると設定画面が出てくるので、ここでビデオサイズですね。あとそれから FPS、フレームレートですね。1秒間に何フレーム表示させるのか。この数字が大きいほど滑らかな動きになります。あとはビデオ画質ですね。こういったものも設定変更することができます。設定の変更が終わったら右下の適用ボタンをクリックします。そうするとこんな感じで、綺麗にですね、映すことができますし、あとこの画像の解像度ですね、を上げることができます。で、もしですね、この映像がぼやけてしまっている場合は、カメラ側でピンボケしている可能性があるので、スマホの画面をですね、一度タップしていただいて、ピントを合わせてみてください。こんな感じでピントをですね、自動的に合わせてくれるので、もしボケている場合は一度タップしてあげて、このようにピンボケが解消されるかどうか試してみてください。で、これで設定がですね、完了となるので、この IVCAM 自体はですね、一度閉じていただいて、そしてこのですね、カメラの設定が終わった後は実際にですね、例えば Teams とか、あと Zoom とか、そういったものでカメラとして使用することができます。実際にですね、今回 Zoom を使ってですね、カメラとして利用していきたいと思います。で、例えばですね、Zoom でこのスマホの IV カメラをですね、Web カメラとして利用したい場合は、設定画面からですね、この IV カメラをこのカメラとして設定してあげます。なので、画面右上にあるですね、この歯車のアイコン、設定をクリックしていただいて、そしてこの設定画面からですね、カメラを設定するところで同じようにですね、この IVCAM をこのカメラとして設定してあげます。なので、このビデオというところですね、をクリックします。そうすると今、このすでにですね、設定されているんですが、このカメラという項目のこのデバイス設定のところで、この E2E ソフト IVCAM というものを指定してあげると、今映っているこの映像ですね、このスマホ側で映している映像をカメラとして利用することができます。なので、ここまで設定が終わればですね、もうすでにこのカメラで設定されているので、このスマホの側で映している映像をですね、このズームのカメラとして利用することができます。